はようございます。ゆやまチャンネルの松本です。今立川駅ですね。本日は立川の高実山荘さんの方でチームイーストインドのキラリンさんの講座があるので、そちらの取材に行ってまいります。はい、ということでチームイーストインドのキラリさん来ていただきました。よろしくお願いします。こっちも緊張しちゃってるんですけどまずイーストインドと、キラリさん本人の、簡単な自己紹介を。そうですね、僕はプロアドベンチャーレースチーム、一応日本では唯一のプロを掲げてるチームでして、イーストインドって言います。戦いの舞台は海外のレースですね。大体やっぱり500キロとか、日数でいうと、はい、もうやっぱり3日以上、1週間くらいはずっとぶっ通しで戦い続けるレースをメインでやらせてもらってます。で、僕はまだですね、入って3年目ですね、丸々3年経って、今年4年目になるんですけど、はい、今まだそのチームのメンバーとしてはトレーニング生っていう扱いで、その正規のメンバーを目指してスキルアップをしている最中という形で、その中でもちょっとレースに出させてもらったりして経験を積ませてもらってるっていう、得意なのはもともと登山をやってたので、あと山の中でもトレッキングセクションっていうのに得意なところを見出してるので、地図読みしたりとかとか、ね、そうですね。なのでそこをまあ伸ばしていきつつ、はい、自分の苦手なところっていうのもこれから伸ばせていけたらなと思って活動してます。もうファンって言っちゃいますけど、ファンからするともうあのクレイジージャーニーとかで海外の500キロのレースとか出てる姿を拝見しているので、トレーニング生っていうとんっていう、トレーニング生なのかみたいな、やっぱりそのトレーニング生から正規メンバーへの関門っていうのはなかなか重い、ね、そうですね。やっぱりどのセクション、自転車、トレッキング、あとはパドルっていう水を扱うセクション含めなんですけど、それ全てのやっぱり技術っていうのは一定量満たないといけないんですけど、水のセクションですね、パドルを使ったセクションっていうのが苦手だったりっていうの意識があったりとか、体力的なところでもムラがあったりもするので、元気な時はいけるけど、そうなんです。やっぱりそこで体力が落ちた時にズドーンと落ちちゃったりって、そういうムラがあったりもするので、そこでやっぱりまだ正規メンバーとしての技術、スキルっていうのは足りないかなっていう。ちょっと明確な、これがクリアできたらみたいな、一つあるのが、はい、ラフティングのガイドでの話なんですけれども、水位によって水の激しさって変わるんですね。水位の制限がかかってるガイドを今してるんですけど、制限、リミッターっていうのを解除して、はい、制限なしでどんな水位でもガイドしていいよっていうところにまず慣れるのが最低条件に今、はい、なってるんですね。そういうランクがあるんですね、そのガイドの中でも。はい、そこのラフティングガイドもリミッターを外して普通の正規メンバーとして選ばれる基準は満たしたね、はい、でそこからさらにキャプテンの鬼軍曹田中松さんが僕とかの普段の活動とかを見て、はい、あとはパフォーマンスを見て、はい、これだったらメンバーとして認めていいだろうっていうのを満たせば正規メンバーとしてそこはやってもらえる。マサトさんの裁量がちょっと入ってありますね。25年ずっとその選手を見続けてるので、はい、そこでのやっぱり足りる足りないっていう部分があると思うので、普段からのそのトレーニングの姿だったりとか、はい、そのレースのパフォーマンスとかっていうのをすごい多分見てると思います、ね。まあ、基準がクリアできてもそのレースの重圧とかその環境とかで結局力が出せなかったらとかいう問題もあるってことですね。やっぱりそのイーストウィンドっていうチームがその世界で一番を目指すっていうのを掲げてるっていうのもあるので、安定感がなければ勝てる人間にはなれないので、そこは多分厳しくなってますね。登山に興味を持たれたという経緯というか、の大学の方でワンゲルされてたってことですよね。大学に入って始められたのか、その前から始めたかちょっとわからないんですけど、山を始めたきっかけというか、すごい単純な話なんですけど、はい、学生のその大学入ってすぐの時に漠然と学生のうちに屋久島には行きたいなと思って、屋久島、あの自然を見てみたいっていう思いがあって、新歓の歓迎とかってあるじゃないですか、はい、大学のキャンパス歩いてたらいろいろ声をかけるし、はい、ビラ配ったりとか、そうなんです。たまたまそこのワンゲルの人に声をかけられて、聞いてたら屋久島に行ってきたよっていう話をしてて、屋久島ここ行けるんだと思って
ところが入ったっていう本当に単純な理由すごいですね。もう簡単です。すごいですね。大学の入り口で屋久島行きてって思った結果、わけわかんない500キロのレースに今出られてる。まあそこに最終的に行き着いたっていうことなんですね。ああ面白い。僕もここまでやってるつもりもなかったんですけど、だからそこの部活との出会いである意味本当に人生の路線は変わっていってしまったなって気がします。はいはい、すごいですね。何があるかわからない。わかんない。それまでだから本当に山登りなんて小学校の時の遠足の時以来みたいなレベルだったので。はい、何があったんでしょう。実際入ってみたら、はい、大学の4年になるまでは屋久島に行けないっていうことも分かって、あ、ちょっとマジかと思ったなったんですけど、ね、はいはい、就職されてた、そうですね、最終的には、はい、まあ、っていうのもやっぱり実際そこに入って山登りをやってみて自然にあれだけ触れ合うことないじゃないですか、はい、一般の生活してもなかなかないので、はい、その魅力に取りつかれた。で、一番衝撃だったのがその入って1年目の時に行った夏合宿っていうのが、ね、2週間くらいかけていくんですね、はい、そこであの北海道の大雪山系っていうすごいでかいフィールドの山の中を3泊4日かくらいかけてずっとリュック背負って歩いていく、はい、朝日岳とか。そうですね、はい、そこのねもう少し上 の、 あのトムラウシっていうのがそこずっと縦断してっていうのは日本じゃないようなので世界っていうのを目の当たりにした時にドハマりしました、ね、北海道は知り飯しか行ったことないですけどちょっと違いますよね、雰囲気が違いますんですよ。あれを見てやっぱりこんな世界があるのかっていうのはすごい衝撃だったなと。何日もかけて 3,40 キロはその時歩くんですよね。でその自分が歩いてきた道のりをやっぱ振り返った時には人間こんなに遠いところまで来れるんだって、はいはい、その感覚達成感ってすごい大きくてスタートも見えないなみたいな。そうなんです、そうなんです。あの最初に登ったあの山があんな遠くに見えるみたいなのが、はい、山登ってるとあるじゃないですか、はい、っていう目に見える達成感とかっていうのもハマるきっかけだったのかなと思います、ね、うん皆さんにもそこは共感してもらいやすいす、ね、ところだと思います。あの、ま、20キロぐらいとか、ま、10キロでも あそこからみたいな、その割と一歩一歩進んでいれば達成 しやすいというかしやすい、ね、でもあこんなに壮大な距離をってい こう感動と まさしくハマってるっていう感じはありますね。あります、ね、大学の話にもとると学部は高校学部、正確に言うと文学部の中の高校学部の専攻っていうのが登山の部活も含め大学でなんか思い出とかあります、生活において。もうでも大学の思い出っていうとやっぱり自分の本当に好きなことをやらせてもらってたっていうことばっかりですね。高校学部選んだ理由っていうのも、はい、ただただ本当に発掘をやってみたかったっていう理由だけなんですよ。体を動かしていろいろそういう勉強にもつながってっていうので、はい、どんなものなんだろうっていう、何かもともと前提で何かやられてたというよりは毎回掘って自分でやってみたいっていう好奇心っていうので常に動いてる感じですかね本当に大学入その学部自体もじゃあ大学入ってみたいな初めてっていう感じです。もともと歴史とかっていうのが高校の先生がいい先生で日本史が面白くてやってて、はい、あ日本史結構面白いなっていうのの興味からそこの高校っていうのに入ってたっていう感じであるんですよ。じゃあもう大学で始めたことだらけが多いですね。そうですね、きっかけっていうのはそこが大きいです。楽しいですけどそうです、ね、周りからするとちょっと心配されてまあありますね、やっぱりどれも食べていけるようなものじゃないんで、まあ、そうですね、親なんてやっぱりよく心配はしてましたね、はい、山に登っていて、まあ、例えばあの今のサポで来てくれてる彼みたいに友達を山に連れていくことも結構多いんですね、うん、基本的にはやっぱりソロが、うん、ソロの概念がメインで自分のタイム感で、まあ、歩けるし途中でこう気ままにいろいろ変えたりできるソロの一つ、まあ、魅力だと思う。レースの時で最近、まあ、2年ぐらい前からちょこちょこレース出てそうすると、まあ、レースにも友達とか知り合いとか誘うとあの途中であのテンションダウンするメンバーがいたりとか、はい、でも体力的に厳しいからあもう動けないっていうなってるメンバーを無理くり連れていかなきゃいけない、せめて次のチェックポイントまではどうにか歩かせなきゃいけないっていう状況になってくるとソロで行っている山とはちょっと違うその人との関わりが、そうですね、はい、出てくるんですよね。例えばそのバンケーズの部活やってらっしゃるとその主将だと特にそれこそあの部員のをこう持ち上げていかなきゃいけないっていう、はい、意識があったと思うんですけど、これで学んだとか
これがレースに役立ってとか、なんかそういうことってあります？そうですね、大学時代のそのやっぱりワンゲルでチームでやってたっていう経験は結構大きいですね。でもやっぱり若さもあって自分的にはやっぱガツガツ行きたい、はい、でもやっぱりメンバー的にはそんなガツガツはやりたくないよって子もいて、はい、そこでの温度差っていうのがどうしてもあったんですよ。やっぱそこでのトレーニングに取り組み方とかも変わってきたりもするし、で山でこうなるの分かってるのがなんでトレーニングしないのみたいな、はい、まあ、自分が悪いんじゃんみたいなのでどうしても大学の時やってしまうところもあったんですよ、はい、そいつが辞めたいみたいなことを言うようにもなったりっていうのを経験して、そこからですねちょうどそのくらいで首相になったりして、自分のやりたいだけじゃやっぱり部を引っ張っていったりっていうのはできないなっていうのを考えたりして、その周りの目を見るっていうのも大事だったし、あとはその人たちをどうやって底上げするかっていうのを考えて、はい、あの救急法講習をみんなでちょっと受けてみようかとか、そういうふうな工夫で少しでもその技術を上げてなんか達成感とか出せるようにしたいなっていうふうに考えるようになったかな。でもやっぱりそれでも自分の中での煮え切らないところやりたいのにっていうのはあったりしたんですよね。まあ、それがアドベンチャーレースで初めてやった時に出てきちゃったところがあって、うん、自分はこれだけクリアできてるのに他がついてこれない、そっちに方向ですねっていう感じになって、でもいざそれでレースずっとやってたらレース中に今度自分が潰れるわけです、はい、でそうした時にやっぱ周りの人間がどんどん今度は行くように、あ、俺やってたのってこういうことなんだって、自分がしんどい時にも相手のその気持ちを考えないでただただ行っちゃってたんだ、ちゃんとだから人に相手のことを見て動いてはいなかったんだなって、うん、その時初めて痛感したかな。じゃあ本当レース出てその土壇場で、うん、気づかされた。それがあのマチマチ、はい、西マチコっていう女性メンバーとの関係で感じたことでしたね。一番初めに使っててっていう感じですね。僕はもう本当にだからそのこのレースでいい順位を絶対残すんだみたいなのでガツガツいっちゃって、うん、でもなんかその体力落ちちゃって落ちちゃってとかで、うん、やっぱりその彼女のことちゃんと見てなかった。彼女がしんどい時荷物とか持ってたけど、じゃあちゃんとそれでサポートできてたかっていうと、ただ荷物を持ったので、その精神面でもやっぱり寄り添ったりっていうのはできてなかった。形式的にやったよっていう感じにはなったけど、僕はやってるっていう形で終わってしまってたのかなってすごい感じましたね。すごい身につまされてそうなんですよ、あると思うんですよ、はい、あのまあ、日常でもありますね。そう、はい、レースっていう形なんで、はい、すごいそれが露骨に見えやすいと思うんですけど、ね、はい、実際の生活で、まあ、そういうことって多かれ少なかれあると思うんです、はい、ありますね。自分はできてるけどみたいなし、で自分ができてるし自分も気使ってるけどって態度に出ちゃうとか、ね、うん、さらに。そうなんですよね。でもそうじゃなくって本当はだから本当の意味でのその寄り添うってことをしないといけないと、はい、まだそれもでもじゃあ完璧にできてるかっていうと自分の中でやっぱりそこもムラはあっちゃうんですよね。自分に余裕がなくなればそれも見れなくなっちゃったりとかっていうのもして、いかにしてそこのムラをなくしてちゃんとまあサポートもできるけど、あとは自分が辛い時にちゃんとその辛いっていうのを言える関係を作れるようにしないとなっていうのは、その正規のメンバーになる上でちょっと課題なのかなっていうのをすごい今感じて試行錯誤中ですね。まあ自分がレッスン参加する時も友達とか知り合いとかをまあ入れ替え立ち替えでまあメンバー組んで出るんですけど、友達として来てくれても今までにないぐらい向こうを多分追い詰められるんですよ。そうですね、はい、でこっちは ある程度スタート10キロぐらいはそんな追い詰められてないけどっていう感じのその温度差があるときで、あの思いやりきれない、まあそうですよね、しこうかばってあげたいけどでもチェックポイントまで行かないと回収すらしてもらえないとか、 それは僕もやっぱ感じて、ただただ優しくすればいいだけじゃない。うん、じゃあそこが多分鬼軍曹とか、はい、田中正さんなんかだったりとか、あと容疑さんとかなんかは、はい、しっかりそこを必要なことはプッシュできる、うん、相手にそこはこういうところだからこう引っ張る力っていうのも守ってるのかなっていう感じのところですね。レースの話なんか日常生活の話かアドベンチャーレース自体がなんかまあそういう意味では結構本当に普段に関わってくるところも大きいのが出てくるので、ね、はい、ありがとうございます。ここでちょっともうきついんで1時間くらい休ませてくださいって言ったら、いや15分にしようみたいなことを言ったりする。
どうしたの鬼軍曹はってなるところなんかも、実はそんなちょっとお茶目なところもありつつ、相変わらず鬼軍曹っぷりを発揮して、で続いてこの隣にいる田中陽樹さん、あの人って山の人じゃないんです。田中陽樹の説明のところのプロフィール見ると、プロアドベンチャーレーサー田中陽樹必ず出るんですね。彼がその100名山